と港区芝五丁目にある東京都交通局の駅である。浅草線と三田線が乗り入れており、それぞれ駅番号として浅草線に A08、三田線に I04 が制定されている。また、東日本旅客鉄道山手線、京浜東北線多町駅は乗り換え駅となっており、当駅 A4、出口が多町駅の三田口に隣接する形になっている。 しかし、JR 多摩地駅では乗り換え案内は行っておらず、連絡運輸は定期券に限定されている。浅草線は第一京浜、三田線は日比谷通りそれぞれの真下にあり、連絡通路で相互に連絡している。両駅は近接しているものの、連絡通路に高低差があることから乗り換えには約3分程度を要する。なお、連絡通路には、 両線の発車表が設置されている。a 9出口付近に定期券発売所がある。浅草線は、島式ホーム一面二線を有する地下駅で、地下2階にある。三田線は、単式ホーム一面一線が2つある、地下駅で、目黒方面が、地下2階、西高島平方面が、地下3階と、二層式のホームになっている。 このような構造となった要因は、直上の東京都保有地にスペースを収めたことと、建設当時は、東京急行電鉄池上線、仙楽寺線と、相互直通運転を行う計画で、浅草線と並行して、仙楽寺方面に延伸可能な設計としたためである。しかし、この延伸計画は消滅し、結局白金高輪で、 東京メトロ南北線と区間を共用して目黒まで延伸し、東急目黒線と相互直通運転を行う形をとった。なお、三田線が目黒まで延伸される前は二層式のホームが共に、西高島平方面乗り場となっており、案内掲示板等で先発列車の発車ホームを確認する必要があった。エスカレーターは、 三田線改札口ホームと浅草線、三田線連絡通路内に、エレベーターは、浅草線線学寺より改札口ホームと三田線、芝公園により改札口ホームに設置されている。この他、A3 出入口に直結する阿弥田には、エスカレーターと、エレベーターが、A8 出入口にはエスカレーターが、三田線芝公園により改札口の反対側には、 エレベーター専用出入口が設置されている。トイレは、浅草線泉学寺より改札口の反対側と、三田線ホームに設置されている。三番線ホーム設置のものを除き、誰でもトイレが設置されている。AA1 から A10 まで10箇所の出入り口があるほか、三田ステーションビル、アミタにも直結している。さらに、三田線の駅からは、 NEC スーパータワーに直結した出入り口があるほか、三菱自動車工業本社が入居する第一電待ちビルと第二電待ちビルに直結した出入り口がある。なお、第二電待ちビル脇には連絡通路を経由した2カ所の地上への出入り口が設置されている。近年の1日平均上工事人は、下表の通り、駅前を 交通量の多い第一景品が通り、三菱自動車工業や日本電機、森永製菓をはじめとしていくつかの大企業の本社が、点在し、高層、超高層のビルが多い。また、慶應義塾大学や、豊田女子短期大学をはじめとして学校などの、教育施設も多いため、学生街の様相も停止、飲食店など、商業施設も集積している。 港区の他のエリアと同様、近隣に、ボツワナやハンガリー、イタリアなど、多数の大使館も立地する。隣接する田町駅の芝浦口方面は、埋め立て地であり、倉庫やオフィスが多く立地するのとは、対照的に、高級住宅やマンションが立地するほか、駅周辺にも、高層高級マンションが建設されている。 慶応義塾大学三田キャンパス三井住友、新宅銀行芝営業部、カテリーナ三田もより停留所は、第一京浜上などにある、三田駅前、田町駅前、浅草線三田駅前、三田線三田駅前、田町駅,駅西口となる。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局、富士エクスプレスにより運行されている。 三田三丁目にある、小田八幡神社の、小田が、いつしか、三田になったのが由来。古くは、小田と呼ばれていた、この地が、戦国時代の頃には、江原郡三田号になり、江戸時代に、江原郡三田村に変更され、最終的に、三田になったものである。だが、一説にはこの地に、とんで宮小田八幡神社の、神田が広がっており、それが、三田になったともいう。 JR 田町駅と駅名が違うのは、田町駅の三田口に駅が設置されたためである。当駅は、田町駅と共に三田とは、離れていたが、三田川の住民や施設関係者の請願によって名付けられた。なお、開業前は、田町、芝、芝田町などが候補に挙げられていた。都営地下鉄や東京地下鉄では、 駅の設置場所をできるだけそのまま駅名にするのが原則であるため、大門駅や国立競技場駅など、前をつけない駅名が見られる。注釈出店。ありがとうございます。